犬井信大は、兵庫県加古川市出身のプロ野球選手、プロ野球コーチ、左投げ左だ。小学3年時にソフトボールと軟式野球をはじめ、中学でも軟式野球部に所属した。グエントラン北安に憧れて、東洋大学附属姫路高校に進み、2年秋から主戦として活躍し、甲子園には一度出場した。 その後、東洋大学に進学し、大場翔太の投球に衝撃を受ける。1年春から、ベンチ入りし、2年春には4勝を挙げて、チームを3期連続優勝に導き、最優秀投手とベストナインを受賞した。世界選手権日本代表にも選出され、4年次にも日本代表に選出された。U-26NPB 選抜隊、大学日本代表にも出場し、 一回無失点に、脱三振と高騰する。東都大学リーグ通算46試合に登板し10勝7敗、防御率2.80、179脱三振。2010年10月28日のプロ、野球ドラフト会議にて、北海道日本ハムファイターズから3位指名を受け、同年11月20日に契約金6500万円、年俸900万円で契約した。 2011年4月下旬に軍登録されたが、出場機会がないまま降格した。シーズン終盤に再び登録され、敗戦勝利として中継ぎで5試合に出場した。防御率こそ良くはなかったが、投球回数8回で9個の奪三振を奪った。2012年登板機会がさらに増加し、5月28日の 読売ジャイアンツ戦でプロ初勝利を挙げた。高い脱三振率をマークした一方で、防御率に課題を残した。2013年、開幕1軍入りするも不調ですぐ2軍をちし、その後は1軍と2軍を行き来し、最終的には19試合の出場で、防御率6.04に終わる。2014年、シーズン初登板で2失点と結果を残せずに、軍暮らしが続き、 プロ入り最小となる一試合の当番に終わる。2016年4月11日、大類新との交換トレードで読売ジャイアンツへの移籍が発表され、背番号はトレード相手の大類がつけていた60をそのまま着用することになった。2017年は一軍で5試合の当番に終わり、10月4日に球団から戦力外通告を受けた。二千十七年十二月十九日に、 ベースボールチャレンジリーグの富山 GRN サンダーバーズに入団することが球団から発表された。2018年、先発として21試合に登板し、関東2試合リーグ2位の14勝を挙げ、同2位の防御率2.28の成績を残した。シーズン終了後には NPB への復帰を目指して12球団合同トライアウトに参加。打者3人に対して、 一安第一死球、最速は時速1 4 0トルを記録したが、NPB 球団からの声はかからなかった。2019年、富山の新監督に就任した、二岡智博からの要望を受け、投手コーチを兼任する。公式戦終了後の10月1日、今シーズンで富山を退団することが発表された。10月22日、 2020年シーズンによりリーグ戦に参加する神奈川フューチャードリームスに移籍することが決まった。2020年、神奈川でも投手コーチを兼任、14試合に登板し、うち13試合に先発。4勝2敗、防御率3.18の成績の中で72奪三振を記録し、東地区の最多奪三振のタイトルを獲得した。 最速時速1 4 6トルの速球と縦横のスライダー、カーブを投げ分ける。大学通算の脱三振率は9.76と高く、2011年はファームで脱三振率11.08を記録した。縦のスライダーは2年次の世界大学野球選手権で、覚えて、以来、三振を奪う最大の武器となっている。反面、 NPB 通算で予死休率4.60とコントロールに課題を残す。日本代表では主にリリーフとして登板しているため、リリーフにも苦手意識はないという。速球のキレを課題として挙げており、和田武氏の速球を目標にしている。井上雄介は日本代表メンバーで最もすごかった投手に犬井の名を挙げ、一緒にキャッチボールしていて怖かったと語った。 日本ハム時代、利用組合北海道、日本ハムファイターズ講演会が球団とコラボレーションして、毎年の最新ヘアデザインのモデルを、若手選手の中よりファン投票で選出している企画、ファイターズスタイルの2014年度モデルに選ばれた。ありがとうございます。